はい、今回はですね、こんなカード合ってんなっていう。アーロン・ラムジーですよ。今大会ね、カタールワールドカップで、ウェールズ代表の中盤で、頑張ってましたね。唯一の、数少ない、攻撃を 組み立てられる選手の一人ですね。ラムジーがいなかったら本当ウェールズ大変よね。なんせあのチームさ、もうキックアンドラッシュやからさ。今どこ、てか何歳？90年、32なんか、そんな年になってたんか。なんかこの人のそのフィジカル178でしょ？ 70 キロでしょ？なんかどこ行っても普通って感じやな。なんか中途半端というか、レギュラーなれへん感じ？だからこのアーセナルでも多分レギュラーなってないよね。俺アーセナルのラムジーなんか知らんし、全然。で、その後どこ行ったんやのか。まあ、多分プレミア転々としてたのかな？ちょっと記憶ないな。でも直近でも一番有名なのがユベントスよね。ユベントスでも多分レギュラーじゃないよね。準レギュラーって感じよね。で、ユベントス放出になって、どこ行ったんかな？モナコじゃねえよ。ニースか。なんかフランスにいるよね、今ね。っていう感じで。まあ確かにね、サッカー選手である以上最低限の足元のスキルは必要なんですけども、それ以上に今は中盤の選手だとフィジカル、パワー、スピード、それかな。だから、久保、竹内さんがね、なかなか活躍できないのがそういうところなんですよね。やっぱね、もうあれが中盤かどうかっていうのはまた微妙なところなんですけど、やっぱね、最低限のフィジカルとスピードいるよ。まあ、柴崎見ててもそうですけどね。今回の代表選ばれてましたけど、出るまくないっすよね。まあ、アーロン・ラムジーもね、まあ、ウェールズ代表なんでね、代表に選ばれましたけど、他の国やったらなかなか代表難しいでしょうね。まあでも、アーロン・ラムジー一人ね、チームいたぐらいでは、やっぱり他がね、なかなか、もうキックアンドラッシュに慣れてる連中ばっかりやしね、なかなかウェールズ代表で活躍するの難しかったよね。まあウェールズ代表もね、これでもう一気にベテラン連中がみんな、世代交代しますから。まあでも次のワールドカップね、開催国増えるんで出れるかもしれないですけどね。まあでもなかなか、ちょっと世代交代が大変かなという感じがしますね。